はいどうも皆さんこんにちは、つんつんです。今日なんですけれども、この右側にあるですね、デュエリストへの挑戦状っていうやつがあるんですけれども、これが明日の9月27日のですね、13時59分前のやつなんですよ。で、ですね、友達がちょっとこのなんか3問目特に難しいんだよね、どうやったらいいんだよかわかんないんだよねみたいな感じのことを言ってたので、あ、それだったらちょっと動画にしてみようかなっていう、同じ風に思ってる人もいるかもしれないから動画にしてみようかなと思ったんで、今日は珍しくこのデュエリストへの挑戦状1から5までのやつね、ちょっとやっていきたいなと思います。まあ1とかその辺とかは結構簡単なんですけれども、特にまあ3番かなが難しいかなと思います。で、5番は、ちょっと効果読まないと、ガイア使ってない人は、めんどくさいかも。あれかも。で、これは、ライフ4000なんですよ。で、こいつを切る取り切りたいみたいな感じなんですけど、まあ、まず、ヘルゲイナー出しまして、で、ダークコーリング打つんですよね。ダークコーリングで、墓地の、このマリシャスエッジ2体を除外して、融合召喚できるんですよ。で、マリシャスデビルっていうのが出てきて、で、これすごい簡単で、ヘルゲイナーは自分自身除外してこいつ2回攻撃できるんで、あとはまあ殴ったら勝ちという、まあこの1番はね、結構カードをね、順番にプレイしていけばいけるので、まあ感覚でやりやすいのかなと思います。2番も割といけるんじゃないかなと思います。で、3番は、あー、確かにこれはちょっと遊戯王、ちょっと難しいかもみたいな感じはあるね。で、これ、ライフ1400なんですよ。で、注意したいのは、このスサノオっていうのは、戦闘ダメージ半分になるっていうのが注意が必要です。で、露覚装置とエネコンとブレインコントロールっていう風に、こんだけあるんですよね。なんで、まずは、ブレインコントロール使います。で、800ライフ払って1体、取れるんですけど、これね、スサノオっていうのを取ります。で、この後、エネミーコントローラーを使えば、相手モンスターパクれるんですよ。で、最後、露覚装置で相手モンスターと交換したいんで、一ちゃん攻撃力が高いアックスレーダーさんは、相手フィールドに置いときます。で、ここ、必ず Y と縦にしてから、露覚装置使います。これは自分フィールドの通常モンスター一体を相手に送りつけて、交換するってやつですね。で、これで殴って1400でジャストキルという風な感じになります。結構今のはね、露覚装置の使い方が分かってないと難しい問題だったかもしれないですね。一発でクリアするのは。で、次ですね。これ3問目。結構難しいんですけど。よいしょ。これね、SD ロボモンキーとか、SD ロボライオとかあるんですけど、確かこれどっちからでも大丈夫だったかな。SD ロボモンキー出して、で、そうすると、ライオをこうやってね、出すことができるんですよ。特殊召喚できるんですよ。で、この SB ロボモンキーの効果使えば、この除外ゾーン、ごめんなさい、全然日本語カミカミ、墓地のこいつ蘇生することが、手札に加えることができます。で、このタイミングでロボライオっていうのが、効果使うことができます。一旦に一回墓地から、SB ロボが手札に加わった時にそのまま特殊召喚できるって効果やね。で、このエレファンはレベルを変化させることができます。で、こっち攻撃力が低い方をレベル8同士にします。で、ここでガラクターアイズファットドラゴンっていうのを出します。で、ガラクターアイズファットドラゴンっていうのは効果使えば、攻撃力上げることできるんですよね。自分のやつ確か1000ポイントかなでいけるんですけど、ライフ4200あるんですよ。ってことは4000で殴って1200で殴ってもキル取りきれないんですよ。どうするかっていうと、このまま効果使わず、これが難しいところだと思います。効果使わずバトルフェーズあります。そうするとガラクターアイズフォトンドラゴンっていうのはこうやってやられました、じゃあ墓地から除外して特殊召喚することができます。で、まあエクシーズ素材別に追加してもどっちでもいいかなと思うんですけど、まあ追加しましょう。で、殴ってのワンキルになります。なんで、ここ、相打ちして、追撃攻撃するっていうのが、ちょっとまあ難しい部分かもしれないですね。特に ST は普段使わないテーマだと思うし、その上で効果全部読んで、で、今の相打ちっていう筋を思いつくっていうのは、難易度高いかなとは。で、この、あれは、まあ殴り順だけ間違えんかったら大丈夫で、ヘルソルジャーっていうのが、
相手によって破壊された時にですね、まあ自分が戦闘で受けたダメージと同じ数値のライフを相手に与えるんですよ。で、ライフ500しかないんですよね。そこが注意が必要です。まずソリッドマンからエアーマン出します。で、エアーマンは、よいしょ。効果って言えば、ヒーローモンスター手札に加えることができて、バブルマンですね。で、バブルマンっていうのは、手札がこのカード1枚のみの場合、特殊召喚できるんですよ。で、これに出します。で、この後、エクスカリバー作るんですけど、ここ、バブルマンとソリッドマンでエクスカリバー作っちゃうと、この1800のエアーマンで相手モンスター殴らなきゃいけなくて、この相手モンスターっていうのが、打点が1200あるんですよね。ってことは600入るんで、反射で負けてしまうんですよ。反射ダメージで。なんでここは、エアーマンとバブルマンでエクシーズ召喚してエクスカリバー出します。で、エクスカリバーの効果でヒョイヒョイってやって、で、ソリッドマンで殴ってからの、バーンってダメージ受けるんですけど、これは OK で、エクスカリバーで GG と。いう風なキル筋になります。で、最後。5つ目ですね。ちなみにこの5つ目のやつやった後、急にアプリフリーズしちゃって、しょうがないから立ち上げ直したら、データダウンロード1から始まったっていう悲劇が起きたんですよ。しかもこれリーグ戦の途中でね。めっちゃやばかった。で、パターンが2つあるんですけど、まあ、これキル取る。ただ俺そのもう1個のやつやったらバグっちゃったんだよね。それがすごい嫌だなっていう感じであるので、多分運営さんはこうしてほしいと思ってる風なやつでいきます。まあ、まず、走破するガイアの効果使えば、このカースオブドラゴンを取ってくることができます。で、魔導騎士ガイアはリリースなしで出せます。で、この後、カースオブドラゴン出します。で、これ、後ろ見てもらったらわかるんですけど、自分フィールドにモンスターが存在する限り、自分が受ける戦闘ダメージゼロになっちゃうんですよ。なんで、まずは、この、スピリットバリアか、ブラウズ、カオスマックスドラゴンか、どっちかを処理しないとダメなんですよね。で、この、カオスマックスドラゴンっていうのは、相手の効果の対象にならないんですよ。それが非常に厄介ってモンスターですね。じゃあ、どうしていくかっていうと、まずは、カースオブドラゴン効果で、リューマ導騎士ガイアを、多分、運営さんは作ってくださいねって感じなんだと思います。なんで、リューマ導騎士ガイア作って、リューマ導騎士ガイアで、この、スピリットバリアっていうのを割ります。で、この後融合解除っていうのが捨てられてるんで、リューマド騎士ガイアエクサイル機に戻せばリューマド騎士ガイアの素材になったモンスター2体を出すことができます。で、またカースオブドラゴンの効果を使えばこれはね天照の竜騎士ガイアっていうのの効果を使う、を出すことができます。で、天照の竜騎士ガイアっていうのはモンスター効果を使えばスパイラルシェーバーを墓地もしくはデッキから手札に加えることができるんでスパイラルシェーバー取ってきます。で、このスパイラルシェーバーっていうのは、守備表示モンスターを攻撃した時に貫通ダメージを与えることができるんですよね。で、この天照の竜騎士ガイアの効果で、殴るときに表示形式変えることができるんで、守備力ゼロの、こいつ、ブルアイズカオスマックスドラゴンを倒せば2600ジャストキル、みたいな感じになります。これで5つクリアすることができます。なんかサクッとね、答えを知っていればできるところだと思うので、まあ、もしよかったらこの動画見た人はやってみてください。割とジェムとかもらえて美味しいです。で、特に3問目がちょっと難しい部分だと思いますので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいなと思います。そんな感じです。では、今回動画以上になります。参考になったらぜひ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。